8月7日金曜日3時、えー、ここはねあのパルルのすぐそばの欅台の住宅街ですね <laughs>、えー、ちょっと止めて話してます、えー、放送が終わってから1時間半、えー、な,なんかこの辺がちょっと痛くて何なのと思ったらやっぱそのずっとのマスクをこういうねマスクをさしてさ喋ってるからかこう6時間半もマスクして 話してるとちょっと酸欠になっちゃうのかな、なんかこの辺、後頭部のこの辺がちょっと痛いんですけどね、来週、俺、いないかもしれないです、<laughs> ね、ちょっとバファリンでも飲まなくちゃね、はい、で今日の、ね、お花ということで盛り上がってまいりました、お花ってなんかやっぱりその男性、女性、まあ、みんなね、お花って共通ですけど、やっぱちょっとお花に興味がないなっていう人にとっては、どうなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃいただきました、ありがとうございます。 でかけた曲ですけどね、まあ「伊右衛門のバラ色の日々」、「スーパーフライ愛を込めて花束」を、「バックナンバーの花束」とか、「小袋のここでしかない花」、「咲かない花」か、えーとか「オレンジレンジの花」、それから、あのー、やっぱお花がなタイトルばっか考えたんですけど、ユニット名の「花花」、懐かしかったですね、「さよなら大好きな人」、ちょっと切ない曲、なんか切ないといえば、こういうあの曲って、まあ、リスナーさんからの あのリクエスト曲が中心なんですけどね、で僕はあ,のあらかじめ用意した曲も書けるんですけど、ディレクターの、えー、奥ちゃんとか森ちゃんがパッとかけて、あ奥さん、今これかかってますみたいなやつあの、そういうのもあるんですよ、でその中で俺、ちょっと初めて聞いたんですけど、ニッキーさん、ニキー、ニキー伸ばすのね、うん。で N I K 『IIE』でニキーさんなんですけどその『アジサイという曲をかけたんですよそれがね何でしょうねまあ歌詞を聞きながらその僕の娘19歳もう20歳になるんですけどね幼稚園保育園の時に俺ちょ当時その頃ちょうどあのデジカメを初めて買ってね娘と一緒に近所を歩いてたら 紫陽花が娘と同じくらいの顔の大きさの大きなアジサイが咲いてて、それと並んで写真を撮ってあげたの、でその時のね笑顔が抜群によくて、なんか本当その時を思い出しちゃった、なんかちょっとしんみり、まあ、歌,詞歌詞とリンクしたわけじゃないですけど、そのメロディーとねなんか放送中になんかちょっとうるうるしちゃって、すごいニッキーさんってあの日立大宮市出身で県立中高校出てらっしゃって、で本名はあるんですよ。まあもちろんニッキーさんんニキさって日本人なんですけどね なぜニキーかというとその本名で活動してて新たに次のステージになちょっと変えていきたいこれからまた人生変えていきたいというところで人生の第2期から来てるらしくて <laughs> いいですよねだから俺なんかはもう本当にあの離婚もすれば、ね、転職もしてるし一回自己破産もしてるからもうゴキ,ゴキーさんですよね <laughs> まくだらないこと言ってないであのニキーさんの「アジサイという曲はおすすめなんでもしよかったらね聞いてみてください、はい さあそんな中でねたくさんメールいただきましてメール対象を選びたいんですが、いやもう今日はね本当に良かったよ、まあ、例えばね恵子ちゃんのお話ね恵子ちゃんの義理のお父さんが、えー、まあ、亡くなってしまったんですけど、ボタンが好きで、ね、ボタンがもう少しで咲くなーとかね雨が降ったら散ってしまうとか言って子供たちが使っていた小さな傘を棒にくくりつけてお花の上にねこう置いて雨が当たらないようにしてあげたことを思い出しました。 そんな亡くなったとき父の棺にボタンの花をたくさん入れてあげたのを思い出しましたこういうメールもありましたあとね、カイ君のおばちゃんちょっとあの具合を悪くされてるのかな、えー、先月の誕生日にいただいたカサブランカが香る花束大好きなガーベラ、ね、病気療養中の私に元気になってとビタミンカラーのアレンジメントの花束が届いたという。 えー、そして、ゲーマーヒロノさんは金木犀が好き、ね、あとは、ね、カエル・ケラヤさんがいただいたラナンキュラスというお花なんですけどどんな花かなと思って調べたら本当、丸い、ね、こう可愛らしいメルヘンチックなお花なのねあれはちょっと私も買ってみますね、うん、ジョニーさんは、ね、もういつも、あのー、綺麗な写真を送ってくださるんですが毎朝、朝顔の写真を撮っていて庭の朝顔から元気をもらっていると。うん あとは、シカちゃんのね、フラノのラベンダー。これも行ってみたいしね。エリア51さんはね、リビングにハイビスカスの鉢植えを置いてます。これ結構長持ちするんですって。なんかディレあの、ディレクターの奥ちゃんが、私が亡くなったらハイビスカスを備えてくださいって言ってたんで、まあ、エリア51さん、これ持っていけばいい。うん。<laughs> あと、岡山の瀬戸ちゃんが、ルドベキアっていう、これなん国の名前みたいだななんて言ってたんですけど、別名姫、姫 ひまわり姫ひまわりといって、あのまあ、本当は小型のあれだよね、ひまわりで、あれもしかしたら結婚式で、新婦がブーケで持ってたりとか、会場の倉庫にあるひまわりの小型みたいなやつは、これ、ルドベキアなのかな、ね、これはなんかね、えー、高さも30センチぐらいでひまわりの気分が味わえるし、しかも毎年植え替えが不要らしいですよ。 まあ、ひまわりもねいいんだけどあんなでっかくなっちゃうと、まあ、どこに植えたらいいかわかんないから、ね、瀬戸ちゃん、ありがとうございましたね、えー、それからね、えー、これも良かったんだよな、デリさんのやつ、えー、母がその昔撮ってきた写真にギリシャの白い街並みがありました、えー、路地裏の光と影の構図の中で階段の植木鉢やフラワーバルコニーの色鮮やかな花たち それは見事に白い景色の引き立て役でした花って主役なんだとばっかり思っていたけど間接照明みたいな明かりなのかなっていうまたうまいこと言うよねデリーさんありがとうございましたさあそしてまあね <laughs> まあちょっとやっぱ一番笑ってしまったのが、えー、これなんですこれは今回のメール対象ですじゃじゃんユッキーさんです これはねえー、昔、ね、お花がたくさんのフラワーパークで子供の頃起こった出来事です確か幼稚園の遠足でどこかのフラワーパークに行ったんですが園内を見るのに2列になって隣のお友達と手をつないで歩いていましたと先生がはぐれないようにお友達との手を離さないでくださいねと言っていたのでしっかり手を握っていたところ私の手の甲にアブが。 でも手は離しちゃダメだからひたすら我慢そしてさすがに痛みに耐えられずもう嫌だーと泣き叫んでしまい先生が飛んできましたもしかしたらその時手を繋いでいた男の子は次第に私の機嫌が悪くなって泣き叫んだのを見てよほど私がその子と手を繋ぐのが嫌だったんだなと勘違いしてショックを受けたかもしれませんそんなお花の新事件でした <laughs> これ最高これが 今週のメール大賞でしたさて、まあね、あとね、あのまあ、志村けんさんと、ね、石野洋子さんの、ね、お花棒の、ね、コントのやつね、あれも良かったですね、すごくねあの、大工町の肉まんまんさんとか、あとはね、なにわのグロッキーさんとザ・ナイツさんがくださったお花じゃなくて、このお花の、ね、話もよかったね、うんはい、そして今日くださった皆さんね、全員読み上げたいと思います。シカちゃん 野に咲く一輪の花さん、エリア51さん、岡山の瀬戸ちゃん、ガッちゃん、東海ハーちゃん、平凡ファミさん、カイ君のおばちゃん、大笑いのゲーマーヒロンさん、えー、王様の耳はコオロギの耳さん、カエル家来さん、ジョニーさん、ユッキーさん、ケイコちゃん、アイラブグレックさん、ふんわりこさん、群馬のぴょん吉さん、<laughs> これあのゴジラのビオランテ っていうバラの細胞から生まれた怪獣のやつね、えー、バスコゾウさん、こたつ猫さん、デリさん、なにわのグロッキーさん、大工町の肉まんまん1号さん、ルンルンルミちゃん、山じいさん、これね、水場所の話してくれたね、りょうさん、ザ・ナイツさんにおぱんさん、ありがとうございました。 えー、今日ね、あのー、出ていただいたゲスト、ミトホーリーホック、背番号3番、22歳、前島陽太選手、まあとにかくね、あのー、ミスチルが大好きで、聴くし、歌うしで、あと試合の直前にもね、こう一生懸命、トゥモロー・ネバー・ノーズを聴くんですって、ね、で自分の取り柄はとにかく走ること、走るのが得意、走り続けている姿を見てほしいと言ってました、22歳、背番号3番、前島陽太選手、よろしくお願いします。 お邪魔したお店、ちょっと遠かったんですけどね、茨城町下端のナヤカフェ、だからちょっとアウトドアなチックな、ね、キャンプ場の,このヒラクルミナスという、えー、お店で、自家製コーラ、ジュース、あとはなんか小麦からすごいこだわっているねピザがあるそうなんですよ、うんまあ、この時期ね、やっぱちょっと外でね、換気のこともありますしね、えー、自然の中で食べるご飯美味しいですから、ヒラクルミナス。 なやカフェよろしくお願いしますさあということで以上かなはいあんまり今日はね眠くないですからね、えー、しっかり運転して帰りたいと思いますまた来週よろしくお願いします今日もありがとうございました